じゃん。さあ、というわけで今日はですね、高松市の菊池館通りにあります、こちら今コーヒーさんにやってきました。こちらにですね、ちょっと蒲田れさぬきにめちゃくちゃ縁もゆかりもある方がちょっとお店というか、なんていうか、やさもさしてるっていうことなんで、もう近いんでちょっとやってきました。早速行ってみましょう。かまたま、今回のかまたまは、元かまたまあれさぬきの馬場健二さんが高松に来られているとのことで緊急取材しました。お久しぶりです。久しぶりです。はい、なんとかまたまあれさぬきにも在籍してプレーしてくれてた馬場さんがお店をしてるっていうのを私お客さんから聞いてきたんですよ。そうです、びっくり。今コーヒーさんで、うん、場所変えて3日間、はいはいはい、やってます。服屋さんになったの？一応ね。一応。でもなんでまたアパレルのそういうの必要だったんですか？いや、まあ好きは好き、まあ、ずっとやってみたかったっていうのと、うん、まあ、サッカーもね、うん、好きなことやってて仕事にできたっていうのはあるし、うんうんうん、まあ引退して好きなことやってもう一回頑張ろうかなと。すごい。で、今日ここにあるのが、T シャツと、あれ何？短パン。短パン。あと、カバンとかパンツのもあるんですけど。まあ、季節的には、今は T シャツメインですね。うん。なんかちょっと肌寒い時羽織るやつとか。へぇー。まあ、子供の T シャツパーカー。うん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 。お店で割と、もうサッカーのしてた時と同じような感じ、全国転々としてる感じ？あ、でもそう、大分のスタジアム呼んでもらったり、うん、まあ、そうやってブルースのサヌキに呼んでもらったり。あ、ごめんなさい、これでなんとか言うときますんで。大分とか湘南とか水戸は、うん、そのね、僕だけが行ってもあれだから、うん、なんかじゃあちょっとイベント一緒にやってよって言って、うんうんうん、トークイベントしたりとか。めっちゃいいよ。うん、クラブ的にはね、まあ、俺が行ってどうとかってのは別にしといて、うん、なんかイベントの一コマ埋まるし。もう、だっていつまで草抜きの選手だったんだったっけ？時だったよね。北さんの最後の年の前まで。ああ、じゃあもう誰も知らんかな。選手は知らないです。今の選手誰も知らないね。もうすごい若いチームに今なってますけど、ね、おじいちゃんチームだったじゃあお兄さんチームね。おじいちゃんチームなんか例えば、じゃあまあそう、蒲田マーレの選手もチームもそうだけど、サポーターのみんなとか、なんか一言メッセージあれば。そうですね、まあでも選手は知らなくても僕自身は全部じゃないけど試合は見るし、うんうん、まあ見なくても勝ち負けは必ずね。あ、だし、うん、まあ今監督西村さんがやってて。そうですよ、まあ、僕の時コーチだったしね、うん、でやっぱ高松は住みやすかったし、うん、思い出がすごいある町だから、うん、頑張ってほしいなと思いますけどね、うん、若いからこそ、まあこれからもっともっとね、うん、練習場もできるし。あ、そうなんですよ。そう少しずつそうやって前進していい、ねね、楽しい。そう、大変だったけどいい思い出がたくさんあるし、うん、少しずつ応援してますよ、ね、はい。じゃあこれからも頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。